レモン、梶井元次郎。得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した配線飾りや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばしたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の 2,3 小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私をいたたまらずさせるのだ。それで始終私は町から町を浮浪し続けていた。なぜだかその頃、私はみすぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている。風景にしても、壊れかかった町だとか、その町にしても、よそよそしい表通りよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったり、ガラクタが転がしてあったり、むさ苦しい部屋が覗いていたりする裏通りが好きであった。雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で、土塀が崩れていたり、家並みが傾きかかっていたり、勢いのいいのは植物だけで、時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったり、カンナが咲いていたりする。時々私はそんな道を歩きながらふと、そこが京都ではなくて、京都から何百里も離れた仙台とか長崎とか、そのような町へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努める。私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような町へ行ってしまいたかった。第一に安静。ガランとした旅館の一室、清掃な布団、匂いのいい蚊帳と、糊のよく効いた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。願わくはここがいつの間にかその町になっているのだったら。錯覚がようやく成功し始めると、私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけていく。何のことはない。私の錯覚と壊れかかった町との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。私はまたあの花火というやつが好きになった。花火そのものは第二弾として、あの安っぽい絵の具で赤や紫や黄や青や様々な縞模様を持った花火の束、中山寺の星下り、花合戦、枯れすすき、それからネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて
箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまたビードロという色ガラスで鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、南京玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない享楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか。私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだが、その幼い時の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私に蘇ってくるせいだろうか。全くあの味にはかすかな爽やかな、なんとなくシビといったような味覚が漂ってくる。察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには贅沢ということが必要であった。2000や3000なものといって贅沢なもの、美しいものといって無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの、そういったものが自然私を慰めるのだ。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは例えば丸善であった。赤や木の大どころんや大どきに洒落た切り子細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ、私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかしここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に行ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾き物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下り、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物や固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、
その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽の荒れ黒調の流れが見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほど薄高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとかくわいだとか、まだそこのうちの美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑やかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにあるうちにもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つはそのうちの打ち出したひさしなのだが、そのひさしがまぶかにかぶった帽子のひさしのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞと思わせるほどなので、ひさしの上はこれも真っ暗なのだ。そう周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が周囲のように浴びせかける絢爛は、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を面白がらせたものは寺町の中でも稀だった。